夏目ヤシはヤシ科に属する常緑の高木である。夏目ヤシの果実はデーツと呼ばれ、収穫した果実を乾燥させて保存性を増すこともできる。デーツは北、アフリカや中東では主要な食品の一つであり、この地域を中心に広く栽培が行われている。夏目ヤシは非常に古くから栽培されているため、本来の分布がどうであったかは定かではない。北、 アフリカか、西南アジアのペルシャ湾沿岸が原産と考えられている。体寒性は低いものの、乾燥には比較的強い。私有一種。樹高は15メートルから25メートルで、単独で成長することもあるが、場合によっては同じ根から数本の幹が生え群生する。葉は、鵜上で、長い傭兵は3メートルに達する。傭兵には、棘が存在し、 長さ30センチメートル、幅2センチメートルほどのコバが150枚ほどつく。未生5年目くらいから実をつけ始める。木の寿命は約100年ほどが普通であるものの、場合によっては樹齢200年に達することもある。メソポタミアや古代エジプトでは、紀元前6000年期にはすでに夏目ヤシの栽培が行われていたと考えられており、またアラビア東部では、 紀元前4000年期に栽培されていたことを示す考古学的証拠も存在する。例えば、ウルの遺跡からは夏目ヤ市の種が出土している。シュメールでは農民の木とも呼ばれ、ハンムラビ法典にも夏目ヤ市の果樹園に関する条文がある。アッシリアの王宮建築の石材に刻まれたレリーフに夏目ヤ市の人工事故と考えられる場面が刻まれていることはよく知られている。 ナツメヤシはギルガメシュ女子詩やクルアーンにも頻繁に登場し、聖書の生命の木のモデルはナツメヤシであると言われる。クルアーン第19章マルヤムにはマルヤムがナツメヤシの木の下でインサーを生み落としたという記述がある。アラブ人の伝承では大天使ジブリールが楽園でアダムに何時と同じ物質より創造されたこの好みを食べようと教えたとされる。 またムスリムの間では、ナツメヤシの実は預言者ムハンマドが好んだ食べ物の一つであると広く信じられている。なお、日本の文献において、聖書やヨーロッパの文献に登場するナツメヤシは、シュロ以外のヤシ科の植物が一般的ではなかった日本で紹介された時に、しばしばシュロやシュロと語訳されている。木に実ったデイツ。死でデイツを売る商人。クウェートで撮影。 英語で、夏目足の果実を指す。デーツの語源はギリシア語で、指を意味するダクティロスであると言われているが、アラビア語のダクル、またはダクランであるとする説もある。夏目足の果実は、アラビア語ではタマルなど熟度に応じて17にも達する、名称を持つ。例えば、緑色のものはキムリ、赤みを帯びた黄色のものはハラール、熟したものはルターブ。 完熟したものはタムルなどと呼ばれる。夏目ヤシの果実は、楕円球型をしており、短軸の直径が 2cm から 3cm、長軸は 3cm から 7cm 程度で、ある。この中に、長さ 2cm から 2.5cm、厚さ 6mm から 8mm 程度の種子が一つだけ、入っているのが、本来の姿ながら、品種によっては、 種子の入っていないものもある。実が熟するまで少なくとも6ヶ月を要する。こなすと、色は品種にもよるが明るい赤から黄色になる。なお、デーツは保存のために乾燥させることもあるが、干すと濃褐色になる。デーツは、グルコース、フルクトース、スクロースの含有量によって、ソフト、セミドライ、ドライの3種類に分類される。 なお、約400種の品種を持つデイツの中でも、イランの品種であるピアロムトネが最高品種であると言われている。新鮮なデイツには豊富なビタミン C が含まれ、100g あたり 230kcal ロロのカロリーがある。乾燥したものは 100g あたり 3g の食物繊維が含まれ、270kcal ロロのカロリーがある。デイツの2004年の 全世界での生産量は670万トンに達し、主な生産国はエジプト、イラン、サウジアラビアなどである。夏目ヤシは自然界では風によって受粉が行われ、自然に果実をつける。しかし、近代的な農法では完全に人工受粉を行う。この人工事粉の技術は古代アッシリアの時代から知られていたと考えられている。 人工受粉することで1本のオカブから50本のメカブに10個でき、より多くの果実を生産できるようになる。オカブを全く栽培せずに10個の時期にお花だけを市場で購入する生産者も存在する。受粉は熟練した労働者によって、はしごの上で行われるが、稀に機械的に風を起こして、花粉を飛散させることもある。古代アッシリアの彫刻には、 バ花の草らしきものを、バ花の草の上で振って、花粉を振りかけている様子が刻まれている。単ため結実する栽培品種も存在するが、種子のない果実は小さく、また品質も劣る。デーツは、イラクやアラブ諸国、西は、北アフリカのモロッコまでの広い地域で、古くから重要な食物とされてきた。イスラム諸国では、伝統的に、ラマダーン期間中の非没後、 牛乳とともに最初に取る食事である。また、砂漠のような雨が少ない地域でも育つ上に乾燥させると長期保存が可能であるため、乾燥地帯に住むサハラ砂漠の遊牧民やオアシスに住む人たちにとって大切な食料の一つとなってきた。カロリーも高いため主食として主たる炭水化物、源の食物とすることも容易であり、 遊牧生活を送るアラブ人であるベドウィンは伝統的に乾燥させたデーツと乳製品を主食としてきた。デーツは柔らかくなったものや干したものをそのまま食べるか、あるいはジャムやゼリー、ハルバ、ジュース、菓子などに加工される。また、デーツは料理の材料として利用されることもある。チュニジアではデーツを小麦粉で包み上げ、砂糖シロップにつけて完成となるマクルードがある。 古代メソポタミアでは、デーツは穀物よりも安価であったこともあり、デーツのシロップは蜂蜜の代用品ともなった。現在でも、デーツシロップやデーツ等としての生産、販売が行われている。デーツは古くトースを多量に含むため、水に浸したものをアルコール発酵させて酒の醸造も行われ、さらに酢酸菌を作用させて食事の醸造も行われる。また、 乾燥させて粉状にしたデーツは小麦粉と混ぜて保存食にする。この他にも乾燥させたデーツはサハラ砂漠付近においてラクダや馬、犬などの餌にもされる。日本では種子を抜いて乾燥させたものが市場に出回っていることが多い。また、ウスターソースの日本風アレンジとして日本で売られているトンカツ用のソースやおたふくソースのお好み焼き用ソースには とろみや甘みを出すためにデイツを原材料の一つとして使っている製品もある。また、欧米では健康志向の高まりから砂糖の代替品として着目され、グリーンスムージーの材料として利用されたことをきっかけに広まりを見せており、日本にも2010年代後半より健康目的でのデイツの消費が増えつつある。前述のオタフクソースも2020年にデイツを 商品として売ったところ、大ヒットしたとされている。夏目屋市の種子は、ラクダなどの動物の飼料とされ、また、種子から取れる油脂は、石鹸や化粧品として用いられる。さらに、種子は、科学的な処理によって、集散の原料ともなる。種子を炭化したものは、銀細工に用いられ、またそのままネックレスにしたりもする。夏目屋市の樹液は、糖分を多く含むため、 インドのベンガル地方では樹液を煮詰めて砂糖を作り、東として利用する。また、リビアでは樹液を発酵させて、ラグビという酒を醸造する。株の先端の若い芽は、ジュンマールと呼ばれ、野菜として食用にされる。若い芽は成長点を含み、これを収穫されると、夏目やしは死んでしまうので、若い芽の利用は主に果樹としての森を過ぎた木に限られている。 ナツメヤシの葉は北アフリカでは帽子の材料として一般的であり、敷物や敷き布、籠、内輪などにも用いる。ナツメヤシの葉はキリスト教でのシュロの手術の祭示に使用される。ユダヤ教では閉じたままの若い葉をルラブと呼び、カリアンの祭りで新年初めての幸運を祈願する意識に用いる四種の植物の一つとする。イラクなどアラブ諸国には 祭日に、夏目屋シの歯で家屋を飾る習慣がある。夏目屋シの幹は、健在としたり、燃料としても用いる。夏目屋シゲノムのドラフト配列が決定されている。小林俊子、シュメル人類最古の文明64ページ、オタフクソース、隠し味、デーツ表舞台登場健康志向を追い風。サンキビス、三景新聞社。2020年12月12日閲覧。 ソース特集、進む、メーカー共同の取り組み家庭用、業務用ともに県庁日本食料新聞電子版、2021年4月25日閲覧。食文人気のデーツ特徴は中日新聞ウェーブ、2021年4月25日閲覧。オタフクソース発売のドライフルーツが大ヒット。ソースに使うデーツとは ニュースイッチ Y 日刊工業新聞社。ニュースイッチニュースウィッチ。2021年4月25日。閲覧。デートパームドラフトシークエンス。バイルコーネルメディカルカレジーンカタール。ありがとうございます。